イスタンブールで起きた自爆テロ事件で、トルコ政府は過激派組織イスラム国による犯行と断定しました。トルコ政府は自爆した男がトルコ南部のガジアンテップ出身で、イスラム国のメンバーとされる24歳の男だったと断定しました。こちらのシャッターには爆弾の破片でできたと思われる大きな穴が開いています。事件から丸1日経って、普段ですと買い物客でにぎわうこちらの通り、今日は現場を一目見ようという市民が集まっています。この自爆テロ事件では実行犯以外に4人が死亡し、39人がけがをしています。